こんにちは、ウキウキレンレンです。今日はクックパッドで人気検索1位をいただいた大根と磯の煮物をご紹介します。自己流ですけど、とにかく簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。それでは材料をご紹介します。大根 400g、 スルメイカ1杯、かつおだし 300cc、 お醤油大さじ2杯、お酒大さじ2杯、お砂糖大さじ2杯、生姜1かけです。それでは作っていきましょう。まずここを切り落とします。大体2センチの輪切りにしていきます。もしちっちゃい大根の場合は輪切りのままでいいですよ。お客さんがいらした時はこうやってね、ちゃんと面取りしてくださいね。今日はお家使いなのでね、半月切りで作っていきたいと思います。スルメイカはまず胴体からね、足を引き抜きます。で、ここのところをね、こうそーっとこうね、こうやって留め金みたいなこうなってるところを外して、で、ここね、この中の腹綿がね、ちぎれないようにこうそーっと引き抜きます。で、こうやってね、そーっと引き抜きます。ここ開けるとね、ここのところにプラスチックみたいになんかね、この硬い骨が1本入ってるんですね。これをね、引き抜きます。指をこう入れてね、中のね、汚いこうね、腹綿もね、綺麗に取ってくださいね。これね、そしたらね、中をね、流水で綺麗に洗ってください。で、ここのね、この足の方はね、吸盤がついてるんですけど、この吸盤もね、こう包丁でこうしてね、取り除いてください。ちょっと硬いので。でね、でこのね、このお目目のところもね、こうやって取っちゃいます。で、ここのところをね、こうギュッと押すとね、この硬い口のところがあるので、これもね、取っちゃいます。こうね、そしたらね、これもね、胴体とこの足の部分ね、綺麗に洗ってください。で、綺麗に洗ったら胴体はね、1センチ5ミリ幅に切ってください。で、足の部分はここを切り開いて、こういうふうね、大体2本ずつね、こうやって切り分けてください。でね、大体長さを揃えてくださいね。で、今から美味しく煮ていきましょう。こう、先ほどね、かつおだしを取っておいたんですけど、それを 300cc 用意します。こちらにお醤油大さじ2杯を入れます。お酒大さじ2杯を入れます。で、お砂糖大さじ2杯を入れます。で、綺麗に混ぜます。で、まだ火がついてない状態です。中にね、大根をまずね、入れておきます。先ほどの調味液を流し入れます。そしたら火にかけます。で、今からね、10分ぐらい煮込んでいきます。こうね、蓋をずらしてタイマーを10分にセットして煮込んでいきます。10分経って、こう大根にね、ちょっとこう下味が染み込んだ状態で、ここにね、イカと生姜を入れていきます。で、刻んだ生姜も入れます。で、火を弱めて、で、この煮汁がね、もうなくなる寸前、この煮汁が少なくなるまでね、こう鍋底が見えるぐらい煮込んでいきます。もう一度蓋をします。こうね、ずらして蓋をしてください。で、細く開けて、しっかり大根に煮汁を染み込ませていきます。これ、時々蓋を開けて、これ、白っぽいのをね、こう反対に向けて、これ一回ね、上下を返してください。でもね、柔らかくなっちゃうともうひっくり返せないので、だいぶ染みてからこうね、一回だけひっくり返します。こういうフライパン鍋があるとね、便利ですよ。これね、少ない煮汁でね、
早く火が通るし、あとね、均等にね、ムラなくこう煮込むことができるんですよ。で、大根もだいぶ柔らかくなってきたので、あとはね、蓋を開けてしばらく煮込んでいきます。こう、煮汁がなくなるまでね、煮詰めていきます。これぐらい煮詰まってきたらね、煮汁をこうやってかけながらね、仕上げていってください。鍋底がこう見えるぐらい、もうちょっと煮込んでいきます。彼氏さんやね、旦那さんの心しっかり掴んじゃうと思いますよ。これぐらい煮詰まったら火を止めます。